皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。アコギをカラフルに弾く練習方法の2本目の動画でございます。うわー、まあ1本目の動画ではね、ダイナミクス、弾く場所で、ボイシング、リハーモナイズ、まあこんな4つの手法があるようなという話をしたんですけれども、1本目の動画で取り上げたダイナミクス、これはね、ほんとね、もうめちゃめちゃ大事な話なんで、この2本目の動画でもダイナミクスを取り上げて、皆さんと一緒に練習をしたりとか、理解を深めたり、していけたらなと思います。よかったらお付き合いいただければ幸いでございます。早速、楽器を、アコギを持って一緒に練習をしていきましょう。一緒に練習していくぜ。うわー、頑張るぜ。うわー、アコギ持ってくれ。うわー。ちょっとおさらい。1本目の動画のおさらいです。ブラッシングの状態にして、強弱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 、これやってみましょう。この強く弾くときにはもう弦を8切らんばかりの勢いで、もう手首のスナップをしっかり使って、もう 100% の力で弾いていくと、アコギが出せる限界の音量、それが100だとしたならば、もう100に近い音量でズバコーンとザーンと演奏していくと。で、弱く弾くときは、ほんともうできる限りゼロに近い感じ。これ以上力抜いて、これ以上コンパクトにしたら音出ないよっていうぐらい。音出てないよっていうぐらい。ほんとにもう限りなくゼロに近いぐらいの勢いで弱で弾くと。この強弱、強弱、強弱、うまくできましたでしょうか。これをですね、ちょっと発展させていきます。さっきは、100% に近い強いとゼロに近い弱い。この2つを練習したんですけども、合間の中ってやつを織り込みます。中。50% ぐらいの力加減ってことですね。中です。中弱、中弱、中弱、中弱と繰り返してみましょうか。その中はね、ある程度でいいです。ある程度。なんかこんなもんかなみたいな。まあ強い時の 100% の力を半分ぐらいにしたら、まあこんなもんでしょみたいな感じで、なんとなくのイメージでいいです。で、腕の使い方、この腕の振りですね。この振りは、1、2、3、4という感じで、四分音符で振り続けると。これはね、強と一緒です。強い時と一緒。こんな感じ。まあ、ね、強弱できる人は全然ちょろいかと思います。全然難しくなくできるかと思います。中弱、中弱、中弱、中弱と。で、こんな感じで、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、イン、ツー、エン、ワン、イン、ツー、エン、続けていくんですけれども、ワン、エン、ツー、エン、ワン、エン、ツー、エンのツーの部分で強を入れます。ツーの部分で 100% の力でストロークをします。つまり、中弱、強弱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 。こんな感じ。中弱、強弱。これがね、この2本目の動画の、1つ目の練習フレーズです。2つあるんですけども、これが1個目のフレーズでございます。ちょっと練習してみてください。中弱、強弱、中弱、強弱、中弱、強弱。こんな感じ。どうでしょう。やってみると結構難しいですよね。なんか手が混乱するというか、おーみたいな感じになるかと思います。で、これがね、できるまではなんかひたすら繰り返すしかないんですけれども、うまくできるようになってきたならば、テンポアップをしていきましょう。こんな感じです。中弱、強弱、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 中弱、強弱。一本目の動画で言った通り、この100の音量がすごい小さいと、このメリハリがつかないんですよ。この強く弾くときに、その皆さんがその30とか40ぐらいの音量で弾いていると、この30、40と0と、あとこの中の時のこうね、なんか20とかそのぐらいのサイズのこの音量が全然このメリハリつかなくて、なんかこう、あまりこうノリみたいなのが生まれないんですよ。ちょっと極端に悪くやると、こんな感じ。なんかまあ、なんとなくその気持ちは伝わるけどさ、なんかこう、あんまりこうね、グルーヴ感というか、このノリ感というか、なんていうか、このね、バウンス感みたいに出てこないじゃないですか。こうじゃなくて、こ
こんな感じで弾いた方がな、こうね、ノリ感というかリズム感というか、なんかそういう感じを感覚がわかりませんでしょうか。これまた極端に悪くやると、こういうの、ちょっとあえて何にも強弱つけずに弾いてみます。そうするとね、全然ね、無機質ななんかこう、音楽というよりもね、雑音って感じになるんですよ。こんな感じ。これ今、あえて悪くその強弱をつけたいんですけども、こうするとなんかこう、めちゃめちゃ、なんかこう雑音って感じじゃないですか。なんか音楽じゃないという感じか。でもこの中に同じリズムで同じアコギでやっても、そのね、強弱をつけてダイナミクスをつけると一気にこうね、音楽感が増すんですよ。こんな感じ。強弱がつくだけでこんな変わるのかって感じしませんか。強弱なかったらこんなんだけど、こんなノリ感みたいなのがすごいこんなんで出てきたのがわかるかと思うんですよ。こんな感じをちょっと目指していただきたいんです。手順としては本当も以上、中弱強弱中弱強弱、これをひたすら繰り返してくださいという感じでございます。コツの話をします。コツの話をします。コツはね、相変わらずそのね、腕を使う、腕はその四分音符で振るっていうのはね、一緒なんだけれども、なんかこうね、サークル感っていうんですかね、このラウンド感をですね、ちょっとこう意識してほしいんです。サークル感、ラウンド感。どういうことかっていうと、この音楽っていうのはね、そのカチカチしたこのね、スクエアじゃないんですよ。1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4 ではなく、1&2&1&2&1&2&1&2&って感じなんです。ちょっと一緒にその中こうね、丸を作りながら、ちょっとこのね、1&2&って言ってもらっていいですか。この人差し指、まあ別に人差し指じゃなくてもいいんだけど、こう手を回しながら、1&2&1&2&1&2&1&2&1&2&1&2&と。で、この時に、このちょっと極端に悪く言えるよ。この右手がワンワンエンツエ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 ンではなくて、こうねバウンスする感じ。ワンエンツエン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 、このサークル感。ワンエンツエン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 じゃなくて、こうねサークル感。ワンエンツエン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 、これをね感じながらね練習してみてほしいんですよ。ワン何度も言うんですけども、ちょっとこう手を動かしてちょっと一緒に言葉に表してみてください。ワンエンツエンワンエンツエンです。ワンエンツエン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 。でそのね、あの手に合わせて、別に体が動いてしまっても全然構いません。頭が動いてしまっても全然構いません。だからこの体中でワンエンツエン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 、このワンツーワンツーの部分にそのアクセントを感じること。ワンエンツーエン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 と感じることが何よりも大事です。でこの感覚が体の中にしっかり身につくと、自然と腕がねそういう動きになるんですよ。皆さんのそのリズムの取り方がスクエア、このカチ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 、ワンエンツーエンワンエンツーエンだと、このすべての音に対してこのアクセント、パルスが乗ってしまうんで、ついてこうね、なんかこの無機質なビートになってしまうんです。でもそうではなくて、ワンエンツーエン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 、このビート意識していただくと、ワンエンツーエンワンエンツーエンワンエンツーエンワン、っていうビートになってくるんですよ。なんでまあね、そのギターを弾く前にそうですね、手をこう振ってこうね、ワンエンツーエン、ワンエンツーエンとかやって喋ってみる練習も、何気に結構いいかもしれません。まあよかったらそんな練習もしてみてくださいませ。で、ギターを弾いて、ギターを構えて、そのブラッシングをして、ピッキングをするときにはさっき言ってたこのね、ラウンド感、このサークル感ですよね。ワンエンツーエン、ワンエンツーエン、これをめっちゃ意識して、もう体をその流れに身を任せて弾いていくような感覚を、ちょっと意識してみてくださいませ。これね、一回身につくとね、なるほどってなると思います。あ、わかるわかる、うん、わかるわかるみたいな。でもまあ、この話を聞いてくれてるほとんどの人がね、多分ね、まあ、できるできないは抜きにして、なんとなくわかると思うんですよ。あ、なんか見える気はする。
なんか何をやればいいか分かる気がするみたいな感じになると思うんです。あとはね、その分かっていただけたらもうひたすらそこまでこうバーッと、練習するだけなので、頑張って練習していただければ幸いでございます。いや、ちょっと竹田さんの言ってることがあんま分かんねえぞという方は、本当にね、ちょっと恥ずかしがらずに、ちょっとご自宅でやってると恥ずかしくなるかも分かんないけども、手と体をこう揺れ動かしながら、1円、2円、1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 円、
ート感つかリズム感、ノリ、グループ、そういったものがですね、なんとなくこの感じ取れるようになってくると思うんですよ。それが分かったならば、あとはそれを大事に忘れないようにしてギターの演奏にも応用を聞かせていくっていうような感じのイメージでございます。これまあちょっとね、なかなかね、そんな1日2日、1週間2週間ですぐに改善するようなことではないんだけれども、ちょっこら、練習をしていただけますと幸いでございます。何度も言うですけども、ラウンド感です。ラウンド感、スクエアじゃないです、ラウンドです。ワン、ツー、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 ワンって感じのサークル感、これを超大事にしてくださいませ。で、これが一つ目のフレーズです。で、まあこの一つ目のフレーズだけでも全然十分なんですが、もし余裕があったら、この二つ目のパターンもやってみてください。どんなパターンかと言いますと、そのステップ1から、アップストロークを一個だけ交えた感じです。本当にちょっとだけプラスアルファ、中弱、強弱、中弱、強弱とある中の1 and 2 and の後にアップストロークを入れます。1 and 2 and 1 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 and 2 and 1で、このエンダのところは両方とも弱いです。中弱強弱弱、中弱強弱弱って感じ。1 and 2 and 1 and 2。こんな感じの、リズムです。もし余裕があったらこちらの方も練習してみてくださいませ。これができるようになってくるとね、そのいろんな曲に応用を聞かせられるんで、すごい話が早くなってきます。でもついついこのアップストロークに、惑わされて、なんかこうリズムが崩れちゃったりとか手順が狂っちゃったりとかする方はですね、頑張って、このアップストロークさりげなく入れるということを意識して練習してみてください。そんな感じでございます。以上が、まあ、ダイナミクスの練習です。この後の話に関しては、まあそうですね、そのダイナミクスの実際の付け方とかですね、またちょっと違う動画で説明させていただこうと思いますので、とりあえずここまでは、まず1本目の動画、強い弱い強い弱い強い弱いっていう練習と、中弱強弱中弱強弱っていう練習と、さらに余裕があったら中弱強弱弱中弱強弱弱という練習、この3つのフレーズをとりあえず繰り返してひたすら練習してみてください。このラウンド感が皆様の体、右腕、そしてこうビート感というかリズム感といいますか、そういったものに結びついて習得をできた時には、なんか今までのこのギターの演奏とはちょっとこうノリ感みたいなのが変わってくる何かが見つかると思います。そこまで頑張って練習してみてください。最後にちょっと余談、1本目の動画でね、ちょっとね話をし忘れたことがありまして、その話をします。いろんな方、まあ今までその生徒さん、なんだろう、その300、400人、500人とか、まあたくさん、もう本当何百人の方々を見てきて、すごい思うことがあって、大体ね、そのね、ある程度この初心者の域からこう出せないなとかっていう、なんかもうちょっとこういろんな演奏したいんだよなって方、悩んでる方のほとんどが、この 100%、この全部、アコギの出せる限界の音量は100としたらば、100出したいところが、なんかね、やっぱ30、40しか出せないんですよ。で、これはまあ前回の時話をしたんだけども、いつもね、レッスンの時こんなことしてるの。生徒さんがいます。で、生徒さんにギター持ってもらいます。で、僕が後ろから手を回して、こう右腕だけね、右腕だけ回して、ちょっとブラッシングの状態にして、つって、生徒さんこうしてもらって、で、僕が後ろからこう手回して、こうね、実際ピッキングするわけなんですよ。このぐらいの音量、つって、バーンつって。こんな感じでピッキングするんです。そうすると、まあ大体もう 100% の人が驚きます。そんな強く弾くんですかみたいな感じで。そんなに、そんな、バッコンバッコン弦にピック当てんすかみたいな感じで、大体の人がね、めっちゃ驚くんですよ。まあ、そのぐらい、
だからこの動画見てる皆様がそのどのぐらいの音量でできてるかわかんないんですけれども、ちょっと自信がなかったらね、本当にやりすぎぐらいでいいです。やりすぎぐらい、ちょっとこんなやって大丈夫なのかなって、びっくりしちゃうぐらいの気持ちでちょっくらやってみてくださいませ。大は小を兼ねるじゃないけども、強いピッキングができるようになれば、それを弱くすることはね全然可能なんですよ。一本目で強い弱い強い弱いって言ってましたけども、強いピッキングができれば中のピッキングもできるんですけれども、逆、その30、40、50のピッキングしかできない人が100のピッキングをしようとしても絶対無理なんだ。だから意識してちょっくら大げさで構わないので、 100% はどのぐらいだろうか、オラオラオラみたいな感じで、頑張って練習していただければ幸いでございます。そんな感じ。ちょっとまあ機会があればね、ちょっと皆さんのギターでも僕はこの後ろがテーマしてオラーってやってあげたいところですけれども、まあ機会があったら、そういう場面があったら、ちょっとやってみますので、楽しみにしていただければ幸いでございます。以上です。それでは1本目の動画、2本目の動画はダイナミクスについてのお話でございました。2本目の次の動画ではピッキングをする場所で音色を変えるという話をさせていただこうかなと思います。楽しみにしておいてくださいませ。それでは今回も最後まで動画ありがとうございました。また違うところでお会いいたしましょうの前に、私、滝沢勝成、YouTube メンバーシップのジャワ会なるものをやっております。まあ、こういう動画でさ、わかんないこととか質問したいこととか、皆さんすごいたくさんコメントしてくださるんですけれども、やっぱ拾えないことが多くてさ、なんかすごい申し訳ないんですけれども、やっぱ時間的にね、拾えないんだ、単純に。でもそのジャワ会の方では、いただいた質問に 100% 答えますよ、なんていうね、そんな、企画をやったりとかしているので、なおかつその答えも、1行、2行、3行のね、テキストでベベって終わるんじゃなくて、まあ5分、10分、ないしは15分とかね、もうたっぷり皆さんからいただいた質問にもじっくり答える、なんていう、コーナーやったりとかするので、もし聞きたいこと、質問したいこと、どうしても知りたいことがありましたら、ちょっくら、そのジャワ会に入っていただけますと幸いでございます。シルバーランク以上の、特典となっておりますので、もしよかったら、1ヶ月だけでも、ジャワ会シルバー登録してみてくださいませ。よろしくお願いいたします。それでは、今回も最後までありがとうございました。また違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ。